どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はこちらの遊戯王ラッシュデュエルの開封をね、やっていこうと思います。ラッシュデュエルデッキ改造パック、超速のラッシュロード。これ何かっていうと、この間開封したこのスターターデッキセットあるんですけども、これのデッキを強化するためのカードが入ってるよっていう、ボックスなんですね。だいぶちょっと放置してまして、開封遅くなってしまったんですが、開封していきたい。これ何が入ってるかっていうと、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンが入ってると、社長の魂が入ってるらしいんですよ。で、なんか、噂によると、ものすごい高値で取引されている。まあ、つまり、出にくいっていうことなんですね。ブルーアイズ、ホワイトドラゴンが。今日は、ブルーアイズ、ホワイトドラゴンを全力で狙っていきたいと思っております。出なかったらどうしようかなっていろいろ考えたんですよ。これね、結構ね、僕ね、いつも開封するときに気合が足りないんで、気合が。なんで、もう今回、ブルーアイズ、出なかったら、クリボール砕きます。魂のカードの、もう気合が足りねえってことで。意味わかんない理論ですけど、ブルーアイズ出んかったらクリボール砕きます。私は。と、そういうね、気概を持って開封していこうと思います。魂の開封、いきましょう。封入内容はこんな感じになっていて、ラッシュレア3、ウルトラレア4、スーパーレア6、レアカード16、ノーマル22と。全部51種ですね。ラッシュレアっていうのもね、なんかね、かっこいいらしいんですよ。まあ、リンクスで言うとこのプレミアム加工みたいなやつですかね。はい。これのラッシュレアのブルーアイズがマジでやべえらしい。語彙力がなくてすまん。早速開封していきましょう。結構あれらしいですよ。懐かしのカードもなんか入ってるっていう。今回も例によって、ワンボックスで全部これ、開封して、2箱目、3箱目は結果だけドンという感じでいきたいなと、思います。で、今回、このボックスに、まあ、ブルーアイズが入ってるんですよ。めちゃくちゃ高価な。まあ、入手しにくいっていうのどうなのかなと思ったんですけど、ブルーアイズ自体がね。これから始めるっていう方のために。ただ、よくよく考えてみると、意外と小学生の時とかに、たまたま買ったボックスから、めちゃくちゃ強いカード出て、で、なんかそいつが地球内一番強いみたいになるっていうのが、遊戯王じゃないですか。だから、まあ、逆に遊戯王感あるのかなと思って。行きましょう。姫忍者、チジレット、バニラレベル3、炎800、1000。うん。まあ、これは下敷きですね。で、突風。これありましたよね、これ。OCG にもね。自分フィールドの魔法カードが相手の効果で破壊された時に発動できる。自分または相手フィールドの魔法トラップカード1枚選んで破壊する。これ自分が破壊されてもダメパターンですからね、確かね。アンモナイト。これもなんかいた気がするな。これもなんかいた気がするわ。OCG に。ちょっと違ったらすいません。リカバリーフォース。自分の墓地の魔法使い族3体をデッキに戻してワンドロー。これ、ダークリベレーションっていう、聖なるバリア、ミラーフォースが、使いにくくなりそうな気がするんで、それがあれなんですけども、お、来た！ドラゴニックスレイヤー！かっこよくないですか？このかっこいい感じするんだけど、これはウルトラレアだよね。多分ね、ウルトラレアだと思います。で、ドラゴニックスレイヤー、地属性レベル7、2300、0。ゼロかな？なんか守備力低いとね、結構ね、横されて突破されるとかあるんだよね、結構。ラッシュディールって。エネコみたいな感じで。自分のフィールドにこのカード以外の表側表示モンスターレベル7以上ドラゴン族がいる場合、相手のフィールドの魔法トラップカード1枚選んで破壊する。2体並ぶ。まあ、2体並ぶことくらいは普通にあるか。まあ、そんなに強いんかな、ちょっと。わからん。使ってみないと。レッサードラゴン。これも見覚えが。なんか騎士感があるぞ。リザード兵。これも騎士感があるな。非常に騎士感がある。急進の印。騎士感しかないぞ、今のところ。ネタ切れか？魔法。カード。生命ライフ払って、相手フィールドの裏側表示カードをすべて確認する。効果も同じやんけ。聖剣士の塚持ちヒルト。これは新しいやつだ。上限なし。自分フィールドの攻撃表示モンスター1体選び、その攻撃力を短縮路地まで600ポイントアップすると。なるほど。これ自分って、あ、ダメだ。自分魔法使いだ。自分に使えないんかーい。まぁ、ちょっと使いどころ合いそうだね。で、これ、レアカード来た。ロードマジックテンペスト。自分のフィールドに表側表示、モンスターレベル7以上、魔法使いがいる場合、手札のモンスター風属性1体を墓地送って、相手のフィールドのモンスター3体まで選んで、生じ形式を変更すると。へぇー。割と面白い効果ですね。で、ワンサイドリバース。まあ、これ、速攻波とかだと強かったよね。で、ワンサイドリバース。相手フィールドに裏側表示モンスターが2体以上いる場合、相手のフィールドの裏側表示モンスター1体を表側攻撃表示にすると。ああ、なるほど。限定的、守備封じですね。多分これ使わねえかな。はい、騎士官、騎士官、騎士官、あ、出ました！貫通。これね、なんか、
非公式用語だったじゃないですか、今までは。貫通っていう言葉自体が。ついに公式が貫通って言い始めました。これはもう我々の勝利と言っていいと思います。まあ要するに貫通ですよ。守備表示モンスターを攻撃したら超えた分だけダメージっていう。ファイヤーゴーレム。600ライフを払って発動できるよ。相手フィールドの表側表示モンスター1体を選んで、守備力をターン終了時まで600ダウンすると。守備力か。要はさっきの守備表示にしてなんか突破していくとかそういう感じで使うんかな。で、血を這うドラゴン、まさかの、レアカード。騎士感がすごい。レベル5だったっけ、血を這うドラゴンって。あれレベル4くらいだった気がするんだけど、レベル5だっけあれ。ワンタップ、自分フィールドのモンスターが相手の攻撃または相手の効果で破壊された時に、自分の墓地の通常モンスター1体選んで、自分フィールドに表側表示で特殊召喚すると。あー、なるほど。あー、一応だからあれか。相手の効果だからダークリベレーションとかされた時に、一応モンスター残せるよ、みたいな。まあ、そんな感じで使うんかな。ちょっとわかりませんね、使い方がね。モケモケじゃん、かわいい。リザード兵、騎士感がある。闇の訪れ、騎士感ある。すごい騎士感だな。さっきから、闇の、ネタ切れてる説、結構濃厚だよ。今のところ、なんかほとんど被ってるよね、OCG と。これ割とリンクスだとね、イベントでね、筋肉マンが使ってきて、死ぬほどうぜいっていうカードですね。イカズチのサンダー&カード、ホビーチャンネル、来たわ。手札を1枚墓地を発動、レベル3、光、1300。相手フィールドの表側表示モンスター1体を選んで、その攻撃力をターン終了時まで300ダウンすると。あー、なるほど。1600突破できるようになるのか。火系モンスターだったら絶対突破できるのか。1500ラインだから。そういうことだ、多分。火系モンスターだったら絶対突破できますよ、みたいな感じだ。なるほど。強いじゃん、サンダーさん。で、ボロスの仮面。魔法使い族レベル5、1500。手札を1枚墓地送って、相手のフィールドの表側表示モンスター1体を選び、その元々の攻撃力をターン終了時まで1500にする。あ、なるほど。レベル6以下。もうちょっとなんか、どでかいモンスターを突破してほしかった感はありますね、これ。囁きの妖精、やべ。イラスト、あ、素晴らしい太ももだ。素晴らしい太ももだ。これはスーパーレアだ。レベル2の800、1200。風属性、魔法使い属。条件、手札を1枚墓地送って発動できる。効果、相手の墓地のモンスター2体まで選んで、デッキに戻す。あー、割と、悪くないですね。墓地のカードを再利用とか。結構ダークリベレーション対策になったりとかするんで、ダークリベレーションに常に怯えなきゃいけないんですよ。ラッシュデュエルって。だからそれに対策になるのはそこそこいいかもだけど、マシンアタッカー、1600地属性、機械族、レアカード、イニシエの、守り、ダメ。これ OCG にいたっけな、ちょ、覚えてねえな。ジバクレイのイザナイ。あ、懐かしいなこれも。リンクス初期の頃はね、意外と使ってた記憶あるな。バクラ君のカードなんですけど、なんかのデッキに入れてた気がするわ。で、サタンキングビートル。デッキの一番上のカードを墓地送って、自分のフィールドの表側表示モンスター1体選び、その攻撃力ターン終了時まで、レベルかける100アップする。なるほど。これ面白いですね。結構。レベル1モンスターの主軸のデッキに結構なんか強そう。ワンサイド、リバーさっきやったな。あ！来た！これはなんだ？これは何レアだ？これ何レアだ？ちょっと待って。これわからん、これ何レアこれ、え、これラッシュレアじゃないの、これ違う、これちょっと待って、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 ちょっと調べるわ。え、これラッシュレアなんだけど、え、これラッシュレアだよね、ちょっとざっと調べたけど、これラッシュレアだぞ。いや、もう初見だからわかんねえんだよ、光り方が。なんかさ、プレミアム加工みたいになってるさ、で、なんかそのなんつうの、レリーフみたいになってるんだよね多分。ほら、わかる。え、嘘でしょマジやばい、ちょっとこれは低評価が起きる。まずい、かっこいい、見てくれ、ほら、すごい光り方してる。これラッシュレアじゃなくて、どれがラッシュレアだよっていう。これラッシュレアだろ、初見すぎてわかんねえ。これだろラッシュレアって。え、やばい、え、やばい、クリボール砕けないクリボール砕こうと思ったのに、クリボール砕けんやん。これやっちまったくせ、これはやっちまったくせ。闇の訪れ。もうあとどうでもいいわ。あと結構どうでもいい。ゴックブート？なんか強いんじゃなかったっけ確か。レベル7、2200。デッキの一番上のカードを墓地送って、自分のフィールドの全ての表側表示モンスターの攻撃力、炎族は、ターン終了時まで自分の墓地の通常モンスターの数かける100アップする。結構強いな。めっちゃ強いやん。まぁ、ちょっとブルーアイズを突破できるかって言われたらあれだけどね。ブルーアイズを突破できるんですかっていう話。クリボット。自分のフィールドに、このカード以外のモンスターがいない場合、500ライフを払って、自分のもちろんクリボット1体を、手札に加えると。キラースネーク的な感じで使うんかな多分。
回収してまた召喚して、アドバンス召喚してみたいな感じか。いや、ちょっとブルーアイズの下敷きにするわ。これやばいって。どんだけ引き強い俺。どんだけ引き強い。気合が違うんすよ、気合が。竜魔道の守護者来た。守護の竜魔道士。竜魔道の守護者実質。レベル2、光特性。レベル2、アタック500。ディフェンス500。手札のモンスター1体を墓地送って、自分のフィールドのモンスター1体選んで、このターンそのモンスター効果では破壊されない。強い強いよ。これあれやん、あの、ダークリベレーションを、あの、ケアできるカードやん、これ。なにこれ、プリマギターナ。長野県ね、ラッシュデュエル映んねえから、あの、YouTube 待つしかないんすよ。もう2度目配信されてんのか、多分ヒロイン的な、あの、女の子が使ったりするのかな、ちょ、わからん。違ったらごめん。太ももが素晴らしい。レベル7、光属性、アタック2200。1000払って、自分のフィールドの表側表示のモンスターの攻撃力を単白島で相手のフィールドのモンスターの数かける300アップする。強い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 。まぁ、あ、ちょっと1000ライフちょっと痛いけど、厳選復帰の制約できるね。厳選復帰の制約できるわ。これ強いわ。イカズチのサンダー、闇の訪れ、はははは来た来ました、マックスレイダー砕く UR 玉と、噂されている、リンクス界のアックスレイダー様なんですが、ラッシュデュエルではだいぶ進化して帰ってきました。地属性レベル7、2400、1400っていう通常モンスター。斧を持つ戦士、極限まで自分を追い込み肉体を鍛え上げた。2丁の斧を振り回す攻撃はかなり強い。あー、初期感あるね。初期感があるわ。テキストに初期感がある。かなり強いとか侮れないぞとかね、ソニックイエーガーかっこいいよねこれ、条件なし。相手は1000ライフ回復し、このカードの攻撃力はターン終了時まで1000アップする。2300になれるってことか。あ、結構強いね、レベル5で。ハンマークラッシュ、これ確か強いカードじゃない、手札を1枚持ち送って、相手のフィールドの魔法トラップカードを1枚選んで破壊する。強っ、対象取れませんね。どうでもいいけど。対象取れません。1枚選んで破壊するっていう効果。汎用カードですよね。これね、結構強いんだよね。あの、やっぱ魔法トラップ、ダークリベレーションとか破壊できるんで、こいつは結構なんか、圧倒的強さを誇ってるらしいわ。ラッシュデュエルでは。で、セイントバードがレアという感じですね。あー、なるほど。お、やばいぞ。やばすぎでしょ。かっこよ。この世で一番かっこいいわ、このカード。ちょ、それ言いすぎたわ。2ボックス目いきまーす。さあ、2ボックス目結果、こうなりました。セブンスロードフィッチはね、このスターターデッキ、これ、これについてくるんで、ぶちいらないんですよ。なんちょ、外れ枠ですかね、僕的には。で、ゴックブート結構強いんで、これ、出てくれてよかったなっていうのと、あとこのドラゴニックスレイヤーも、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいかな。あ、山山まさかの、まさかの山ピントはね、山っていうね、山レアカードでした。意外と強いかもしんない。もしかしたら、打点ゲーだから。グレムリンとかね、あとラムーンとか、ラムーンこれ美しいですよ。こんな可愛かったかな、ラムーンって。なんかめっちゃ可愛いラムーン。そんなとこですかね。3ボックス目も結果見ていきましょう。さあ、3ボックス目はこんな感じ。ラッシュデュエルの、ラッシュデュエルじゃない、ラッシュレアのドラギアスも出ました。うん、かっこいいです。非常にかっこいい。いいですね。なんかそこそこ引き強いかもしれない、俺。結構この世界で3枚しかないと言われているこのラッシュレアの、ブルーアイズとドラギアスが、まあ、3ボックス買って出たってことでね、結構強いんじゃないかなっていう、皆さんからの低評価が怖い。セブンスロードウィッチ、まあ、また出たんで、これマジでこのスターターデッキ3個俺は買う必要がなかった、一切。あとは特筆すべきことは特にないかな。あ、そのあとね、ヤメルーラっていうモンスターがいるらしいんですよ。で、そのヤメルーラっていうのがめっちゃ強いらしいんですよ。このヤメルーラが出てないんで、もしかしたら、シングル買いとか必要なのかなーっていう気はしてるんだけども。ちょっとね、全部、3枚は、まあ、揃ってないです。正直。全然揃ってない。揃ってないので、また、うまいことデッキを組んでね、対戦動画とか上げていきたいんですけども、いかんせん、疫病ウイルスブラックダストが、蔓延していて、対戦相手がいないんですよ。これちょっと深刻な問題で、ラッシュデュエルしたいんだけども、対戦相手がいないっていう、こともあるんで、ちょっとまたその辺は、考えながら動画出していきたいなと、思っております。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いや、ほんまに申し訳ない。クリボール砕くのは、また次回の開封にお預けっていうことで、ぜひ皆さん、なんとかご容赦いただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。